仕事で、うん、オールバックで、はい、顔を全面に出すことがなかなかないので,で <laughs> ちょっと恥ずかしいです。今日のお衣装なんですけれどもちょっと普段とはイメージがちょっと変わられてそうですね,ね今のブービーと同じ衣装を着させてもらってるんですけど、はい、かなりこう近未来的なイメージで、うん、本当に力強いという。うんうんはい うんの表現されてているな、うん、と思っています、ね、ちょっとこうクールでかっこいいと言いますかそうですね,ね素敵ですけれどもそしてちょっとヘアメイクとかあの両方ですねあのちょっと近未来的な感じもヘアメイクやそうですねだけどなんか普段もそうですし、はい、なんか仕事でオールバックで顔を全面に出すことが。 なななかなかないので,で、ね、<laughs> ちょっと恥ずかかしいででですす本当ももうとってもお似合いですしいお肌の美しさもとてもね際立っていらっしゃいますけど今まではこうファッション的要素がすごい強かったのかなっていうふうに思うんですけど、はいうん、なんか今回は本当に近未来的でなんか撮影してても不思議な空間ではありましたし。 そうなんか楽しかったですね楽しんで撮影もされたということでそうですねあとなんか監督はじめカメラマンの方たちも本当私の顔をよく見てくださって、はい、なんかたくさんこうフォローしていただいて、うん、本当に優しい現場でしたすごい大きなパネルが <laughs> すごい大きい <laughs> はい登場いたしました <laughs> ぜひ皆様にご覧いただきたいと思います ああ、年を取ったな。<laughs> 取ってないです。いや、全然お変わりないです。<laughs> 本,当です本当に。本当に、これ、あの、<laughs> 正直な気持ちで、全然お変わりなくて、びっくりですえ。そうですか。はい。いや、やっぱ、なんか、こう。気づかないものだなっていうふうに、改めて感じるのと。なんか、こうやって、なんか。んジェニフィックとと,ともに、歴史を歩んでるんだなっていう感じがして。<あ>ちょっと嬉しいです。やっぱ、髪型、なんか。 作品に合わせて髪の毛をこう切ってたりとかするのでこの写真たちを通して、はい、あこの作品を撮ってた時だったなっていうのを思い出すんですけど2019年のこの写真とかになってくると、はい、あの朝ドラの「スカーレット」っていう作品をやらせてもらった時にめちゃくちゃ前髪短くしたんですよね。であこの時だなとか思って、うん なんか、うん、本当に前髪が短いなってこれ、はい、多分作品で言うと、はい、多分ですけど「俺の家の話」っていう作品を撮ってた時、はい、だから前髪があるんじゃないかって思ってるんですけど<ー>多分その時でなんか割とかわいらしい女性像をあ,んあそんなイメージはありますねでもはい。はい 多分それで、多分表情もなんか柔らかい感じがしますね。うん、なんか、やっぱこう、その時々で表情、うん、表情というか。目つきが違うなって思います。<ー>なんか内面から出るものがきっとあるんでしょうね。表情に。そうですね。